こんにちは、柴田です。今回は90年代のギブソン、レスポールスタンダードとレスポールカスタムを鳴らし比べていきたいと思います。ギブソンの中でこの王道の2つ、スタンダードとカスタムなんですけれども、90年代のものを同時にこうやって鳴らすことがなかったので、今回なかなかいい動画になるんじゃないかなというところで、千葉管楽器さんからこちらレスポールカスタムをお借りしてまいりました。ブラックビューティーです。どちらも無改造のもので、スタンダードは94年製で、カスタムが90年製ですね。このカスタムに関しては特にね、今ね上がってきているもので、やはりねエボニーの指板はね大人気ですね。ツヤツヤで黒黒しているこのエボニー、そしてオリジナルのパーツなんですが、非常に輝きがあって綺麗です。材はどちらも同じで、マホガニーバッグにメイプルトップ、そしてネックは、まあ、太め、どっちかって言ったらスタンダードの方が太いかな。若干カスタムの方がスリムな感じになっておりますが、マホガニーのネックです。指板はローズウッド、エボニーというふうな感じですね。まずは生音をねお聞きいただきましょうかね。では生音いきます。うん、張りがある感じ。こっちの方が柔らかめで、ちょっと太いような感じがします。で、アンプ鳴らします。リアから行きます。センター。ロート。続いてカスタム、リアからいきます。こっちの方がね、甲高いというか、抜けてきますね。フロント、こっちの方がね、カラッとしている、イメージしていたカスタムの音ですね。これドライブかけるとめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。オープンコードとかでもしっかりとね、粒ぞろよくハイが抜けてくれる。ちょっとやってみましょうかね。ではドライブかけまーす。リアから。ですね、オープンコードでもしっかりと抜けてくれる。なんかレスポンスが早いですよね。もうほんとこれぞカスタムというふうな感じで、まったりさよりもこのストレートな感じ、ズバッといくような感じですね。スタンダードの方がね、もっとまったりしてるようなイメージ。ではリアからいきましょうかね。やっぱりちょっとミッドによってますよね。太さの方が強調されている。
ったり感と粘っこさがある。それがね、スタンダードの特徴ですかね。もう一回ね、ちょっとリアのオープンコード。これですね。というふうな感じで、完全にね、好みによって分かれてくるところだと思うんですけれど、同じギブソンのレスポールでもここまでね色が違うんです。固めなレスポールカスタムと粘っこいレスポールスタンダードというふうな感じでしょうかね。まあ、少しでも参考にしていただけたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。